フローレンス・ケート・アプトンフローレンス・ケート・アプトンは、アメリカ合衆国う生まれのイギリスの絵本の挿絵画家、画家である。欧米やオーストラリアで有名なキャラクター、ゴリワオーグを作り、このキャラクターを主人公とする多くの児童向け本を出版した。ニューヨークのフラシンに生まれた。両親はイギリスから移民してきたばかりで、父親は、アメリカ取引銀行の事務職で、1884年に、 家族は父親の通勤に便利なマンハッタンの中心部に移った。新しい家の近くにはナショナルアカデミー・オブ・デザインがあって試験に受かれば無料で授業を受けられた。父親が夜間コースに入学し15歳になったフローレンスも父親と一緒に授業に参加した。1889年に突然父親が死んで一家の生活は苦しくなり、 母親は、声楽教師として働きフローレンスも差し絵画家、イラストレーターとして、広告や出版物の仕事で働くことになった。いくらか生活が安定した後、1893年に、一家で、ロンドンの母親の親類を訪ねた後、ロンドンでも差し絵画家の仕事を見つけ、家族がアメリカに戻った後も、ロンドンに残り仕事を続けることになった。ゴリワー,ーグが登場する。 二つのオランダ人形とゴリオーグの冒険が発表されるのは1895年である。ゴリオーグのモデルとなった縫いぐるみ人形はフローレンスのおばがフローレンスの兄弟が遊んだ古いおもちゃの中から探してきたものである。出版社グリーン &CO と契約しクリスマスに出版された。ゴリオーグの冒険シリーズは好評で13編の作品が作られることになった。 ロンドンには3年間滞在し、ストランドマガジン、ザイドラー、パンチといった英理雑誌に挿絵を描き、ロンドンのアメリカ協会の印刷物へのデザインや挿絵の注文も受けた。アメリカに戻った後、アートスチューデンツリーグで美術の教育を受け、パリでも絵の修行をし、オランダでもジョージ・ヒッチコックの夏の学校で学んだ。1906年にロンドンに屋敷を購入し、 ロンドンを拠点として活動した。挿絵画家、イラストレーターとして成功したが、油絵画家としてとしての成功も求めていた。1909年の作品が、ゴリワオグの冒険シリーズの最後となった。絵の修行を続け、王立美術院の展覧会に出展し、肖像画家として評価されるようになった。若い兵士の家族から、肖像画の多くの注文を得た。 第一次世界大戦中は、自らのデザインした人形を寄付して販売し、赤十字のための資金を集めるなどの事前活動などをした。1922年に49歳で、ロンドンのスタジオで亡くなった。ゴリワオグシリーズの人気は圧倒的なものであったが、フローレンス・ケイト・アップトンは、ゴリワオグの衣装の権利を主張しなかった。多くのおもちゃ会社がその人気の恩恵を受け、 作家や画家が似たような本を作った。1910年にはジャムメーカーの会社のマスコットにされた。ありがとうございます。